どうも、山崎亮です、えー。しばらく前に台湾に行ってまいりまして、台湾のいくつかの動画を、この YouTube でもアップしたと思います。えーまあ台湾では、あれだな、えっと、新平市の金山区ですね、金山区にある蜀明美術館。 住民さんというね名さんという方の美術館で講演をしましたでこの美術館が中心となって、まあ、台湾の一番北側ですね北海岸北海岸の、まあ、ノースコーストアートフェスティバルですね芸術説っていうやつをやっていてこれが今年 2, 2回目なんだそうです去年もやって去年も呼んでいただいたんですが今年もやって今年も呼んでいただいたんです でまあ、2年目にもなるし去年の話でですね住民参加っていうことについて、まあ、要するにアートフェスティバルやる時のアートフェスティバル自体ですね芸術祭自体に住民が参加してお手伝いして運営していくっていうのにもうランクがいくつかあると、まあ、一番すごい参加になるともう芸術祭のマネジメント自体に住民がこう関わってるっていう、まあ、そこまでいけるは相当なもんですが、まあ、ただ作品紹介とか受付とかやるだけでもいいかもしれないし あるいは住民の人たちが芸術祭を見に来るというだけの参加もね、観覧という意味での参加もあるだろうと。まあ、一方で、それぞれのアート作品においても、まあ、作家が作ったやつを観覧しに来るだけという参加もあれば、作家と一緒に作品を作っちゃうという場合もあるし、あるいは作家と一緒にディスカッションして自分たちのアイデアも含めて一緒にあの作品を作っちゃったりもしてもいいし、まあ、もっと言うと、 アーティストがきっかけになってみんなで何か活動していること自体が作品であるという状態まで行ってもいいしだからこの芸術祭とアート作品のそれぞれの,この参加の段階のようなものっていうのがいろいろ組み合わさって各地でいろんなタイプの参加という状況がね生まれているまあこんな芸術祭になっていくといいんじゃないのかなと思ったんですね。 舟名、えーまあ、美術館の担当学園たちもなんとか、うん、この北海岸、ね、北海岸の芸術祭をあの多くの地域住民の参加によって進めたいって言ってたので、まあ、今年はそういう話をしてきました去年は住民参加でやったらいいですよぐらいだったんですけど今年は相当理論的にというかです、ね、そういうこの考え方を整理してお伝えしてきた。 でまあ、あの今年参加やったっていうのをいくつか見せてもらったんですけど、まあ、僕が整理するところで言うと割とまだあの住民の参加がほんのちょっとだけっていう作品が多かったのでもうちょっといけるんじゃないですかというような話をして帰ってきたところです。まあ、もうううちょっっととと行こうと思うとやっぱりりそれなりに 時間をかけなきゃいけないしあるいはそういうコミュニティデザインのプロが入らないといけないところもあるかもしれませんがでもそうやって何回,何回かやっていくうちにうーん何かそうあこういうことかっていうね感覚をつかんでもらえると嬉しいなと思いますねそのためにだから我々呼んでくれればそういうその芸術祭の時だけじゃなくて芸術祭の前からですね、えー、一緒にお手伝いできるのになって思いながら。 うん読んでほしいなと思いながら話をしてきました。でそれはそれなんです。それはそれで。でそういう YouTube もねあの芸術祭の海岸線沿いとかで撮って出しましたがあのもう一方でそれをやりに行った時に意識してたことはあ日本に作るコミュニティデザイン・ラーニングセンターですね。回収始まりました。いいよいよ回収してます今 壁が全部取っ払われた後ですね、床を張ったりとか、そういう基本的な、まあ、防湿とかですね、防湿、それから断熱、機密、こんな基本的なところからきっちり作っていこうということで、あのー、まだまだ参加できるんですけど、皆さんにね、ぜひ、えー、参加していただいて、参加していただいてというのは、えー、コミュニティデザイン・ラーニングセンター、あるいは大阪ラスキー・モリスセンター、これの改修って調べてもらうと、多分カレンダーみたいなのが出てきて、 そこにこう登録フォームみたいなのが出てくると思うんですよねでそこに「私この日行きたいんですけど大丈夫ですか?」ってやったらうちのスタッフたちがそれを見て「じゃあ何時にここに来てください」みたいにこう言うと思うので、えー、ぜひ参加してもらいたいたとは思いますで一方でですね建物自体のリノベーションっていうのは皆さんの参加のうちで、あのー、続けていくんですがちょっと前にも言いましたけれどもその中の家具ですね家具とか食器とかそういうようなものっていうのも徐々に揃えていかなきゃいけない。 でこれについてすごく貴重なあの家具を寄付してくれた方とかがいたよっていう話もしたと思うんですがあの台湾に行って一つ僕もちらっと見たかったのは台,台湾の古道具屋とかに行ってですねでまあ僕がいいなって思ったようなものを、うん、今度のラーニングセンターでも使いたいとなので、まあ、そういうものをちょっと見てこようじゃないかって思ったっていうのがあります。 でまあ、台湾の動画を上げた後うちのスタッフたちからですねで山崎さん、結局買ってこれたんですかっていう問い合わせが結構あって何買ったんですかどんなもの買ったんですかって言われたのでうん確かにそれはまた YouTube で話してもいいのかもなと思ったので今日は3点だけですね、まあ、台湾で買ったものを紹介したいなと思います。一つはですね あのまあ、ランニングセンター宿泊型にしようと思っているので小さな小屋とかですね宿泊できるような場所があってなんかその宿泊の部屋の中にですねポイッとこう置いておけるような、まあ、タオルとかねなんだろうなコップなのかな寝巻きとかはどうなんだろうなちょっとどんなふうになるか分からないんだけどポッとこう泊まる部屋に置いておけるようななんかカゴみたいなやつあるといいなと思ってて台湾って竹がね結構。 有名ですから竹竹林が結構多いエリアがあるのであの竹細工みたいなものっていうのは、まあ、日本とも負けず劣らずあるだろうということで、えー、探してたんですけどなんか可愛いやつあったんですよねこれ吊るしておけるからなんか使えそうだなと思っていくらだったかないくらだったかなこれ値段が思い出せない3000円ぐらいじゃなかったと思いますかね たぶん3000円ぐらいじゃなかったかな2三千3 0 0 0円です2三千3 0 0 0円だったと思いますね軽いです竹で編んであるものなのでねそれでまあ割と丁寧な作りでパカッて開きますねはいこんな感じになっててこんな感じになっててえこんななんかこれ部屋にポイって置いてあったりね吊るしてあったりすればいいんじゃないかなと思って うーんまあ粗く使われるところだとねこれもうバキバキすぐいっちゃうだろうと思うんですがでも丁寧に使ってくれるような場所に置くならねなんかなんかこう棒みたいなものにちょっとこうかけといてもいいかもしれないですね壁からこうシュッて棒が出ていてそこにピョッとかかってるとかですねあるいはこの紐自体をもう取っちゃってあの床にポンって床なのか棚にポンって置いといてでここの中パカッと開けるとなんか。 タオルとかバスタオルフェースタオルぐらいはここに入ってていつもこ,これを取り替えればいいあだからこれあってもいいのかだから管理する人たちはこのまま持って置きに行けばいいっていうねタオル替える時にはで通気性もあるしというぐらいがいいのかなって思ってちょっとあの試しに1個買ってみてみました。これ売っってるお店はもう分かったので、えっと まあ、ラーニングセンターで使ってってめっちゃいいじゃんってことになればまた台湾出張の時にその台北にあるお店なので台北のお店で買えばいいかなと思ってますね、まあ、これ以上円安が進まなければ昔もっと安かったんですよねこれただ今円安がだいぶ台湾に比べても進んでいるようで多分23000円になってたと思いますねそれから今回より前なんですけどあの台湾でですねすげえ重いスツール買ったんですよこんなスツールですね でこのスツールはですね、なんかちょっと赤い漆みたいな色塗ってますけど、これ、ただね、台湾で結構ね、よく使われる塗料ですね、防腐剤的な塗料なんじゃないかと思います漆の成分入ってるのかな、わかんない、漆みたいな色ですが、これが何な,何なのかは分からないです、ただ、小学校の椅子とかですね、古いやつはほとんどこれが無造作に塗りたくってあって、であのまあ、今はね、ほとんど見なくなっちゃったみたいです。 この椅子のこの塗料もね、でも家具とかにもよく塗ってたし、だから台湾湿気が多いし、えー、いろんな意味でいろいろ試したんだけど、多分これが良かったんじゃないですかね。なので、すっごい安い塗料だと思いますよ、これ。あのー、安っぽいものには全部これ塗ってあるみたいなことになってます。日本の古いなんだろう、小学校の机とか椅子とかも、まあ、何もこういうのは塗ってなかったかもしれないですけどありますよね、ああいう木で作ったシンプルな あの椅子と机、えっと、台湾でもそういうのあるんですけど台湾のそういうシンプルな椅子と机あるいはこういうスツールには全部ですねこの赤いやつが塗ってありますね。で、まあ、このこれはですね古いショップ古いものを扱ってるショップで買ったんですがあの天板の部分だけですね天板とこの横の部分だけこの塗料をですねあの剥いでくれてます。なんて言うんてううだろう、うん あのグラインダーってやすりみたいな電動のビューンってやつでこれ全部こう剥ぎ取ってくれていてだここはねなんかねもともとの木ですねこれも重いんですよ硬いジャラとかイベとかああいう内容材に近いタイプでしょうねこれねなのであのこの下の部分には塗料がべったり塗ってあるんですねそして汚れがついているんですが黒,黒ずんだ汚れがついているんですけど この上の上部部分分だだけは剥ぎ取られていて、い的にまだですね塗料残ってるところもあるんですが基本的にはツートンカラーみたいになっていて上の方はマットな感じですねあの漆っぽいこのコーティングが全部取れているのでこれはなんかその古道具屋が勝手にやってたんですよ最初からで僕がこれ欲しいっていうふうに言ったらオイル塗るわって言ってこ,この上にねオイルをちょっと塗ってくれてでもうはいこれで完成みたいな感じでしたから。 まあちょっとこの漆っぽいところはテカった感じでね、見えますけれども、あのこの上のところっていうのはもうだいぶマットなイメージですね。そしてめちゃくちゃ重量感ありますね。重いです。でただこれはもう、釘とか全然使ってない。まあ、使うっていうほどでもなかったんでしょうね。全部組んであるんで、えー、っとね、なんてうちょっとあ、もちろんめっちゃ、わかるかな。あ、ちょっと今ここ音がわかりますね。こっちと違う音。 バンバンバンって音が鳴ってますがこれ隙間が空いてるんですよちょっとだけ隙間が空いててそういうところを叩くとあの木と木が当たるっていう音がしますというようにあのこれ座ってもねあのグラグラはしないんですがあのちょっと場所によってはこれなんかが当たる音しますよね ということでちょっとずつ隙間は空いてるんですがまあ使えるじゃないかということで買ってきたんですでもこれちょっとね気に入っちゃってうちのあのショコの椅子に座っ使っちゃってて今なのでセンターまで持っていけるかどうかわからないですただ椅子として座ってみて気づいたんですけどうん <laughs> <laughs> とね若干やっぱりこのガタガタするんですよあの足がね 4つの足の長さが全部きっちりと一緒になってるわけじゃないみたいでちょっとだけガタ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 ってなりますだからどっかの足の下のところに薄いフェルトかなんか貼ったらあと揺れがなくなるだろうと思うんでまああるいはちょっとだけ削るとかですよね、うん、それでも十分あのすぐに補修ができるからこれはこれでいいかなと思っていますね。これがつ目ででもこれれがつ目でもは前回あのなんていうのかな もう一個前の時の台湾で見つけたやつなんですよなので台湾で見つけてスツールあったなと思っていてでもその時からずっと探しているものがあるんです竹のスツール今の木でしたよね南洋材の重い木でしたよね台湾の竹細工があって言いましたが竹のスツールっていうのもあってこれは河合勘次郎さんの、ね、記念館にはありますあの河合勘次郎さんもこの台湾の竹の技術っていうのはすごくいいなと思って えー、京都の北の方に台湾の人たちが何人か移り住んでいるエリアがあったらしくて川合勘次郎さんそこへ行ってはですねこういうの作ってくんないかって言ってその人たちに綺麗に竹細工作ってもらっててその竹で作った棚とかあるんですよ川合勘次郎記念館にはね。でまあその中でもスツールとかもあったのでそれは欲しいわと思ってたんですがもうここ23年探し続けてます竹のスツール。 そんなのすぐ買えるんじゃないって言うんですけど意外とないんですよ意外とないんですこれはあのよくちょ登場してくれてるといカイちゃんっていうね台湾の通訳の方台北に住んでますがカイちゃんにも探しておいてって言っても結構ねいろいろ中国語でもか、あのー、探してくれたし店行くたびに聞いてくれたりしたらしいんですがほぼ台北では手に入らないらしいです台北では手に入らない昔は台北にもめっちゃいっぱい売ってたそれと 台北で作っているあの工場というかな工場もあったそうですでも今は台北にはそれがないらしいですねもうなくなったって言ってましたで売ってる場所もないあのみんな買わなくなったプラスチックの椅子買うようになったので売ってる場所もないらしいんですよそれでじゃあどこで売ってんだいと言うとですね台湾の南の方へ行けば真ん中より南の方に行くと竹がかなりたくさんあってまだそこであればいくつかだけその竹の椅子を作ってる っていいう工房があるらしいんですなのでそれを直接工房に行って買うかそれとも台湾の南の方でギリギリですけどね、あのー、まだ荒物屋というのかな雑貨屋みたいな古い雑貨屋では売ってるところがあるらしいっていうところまでは聞いてます。なので台南とか高尾とかでしょうねそういうところまで行けば売ってるらしい。だからら僕は南の方に呼ばれたら あちょっっととそれ探しに行きたいなと思ってます、まあ、もちろん、北の方呼ばれてもね、1日余分に台湾に滞在して、新幹線に乗ってあの高尾までパッと行けますから、南の方行って、ちょっと1日2日それ探して買って帰ることもできると思いますが、まあ、この2年ぐらいですね、この竹の椅子っていうのは探してたんですね、スルって探してた。なかなか見つからない。見つからなかったですね。 ただこの竹細工の店のところ台北のね、あのーまあ、ちょっと古い、まあ、老街というのかな、あのー、古い商店街のところいろいろ見ていたらこういうのを扱ってる店が僕が見たところでは3軒あってで一番最後の店が比較的古かったんですよでそれをですねごちゃ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 見ていたら見ていたらこ展示台の下にねなんか奥の方に何か入ってたんですよ埃かぶって。 <laughs> でそれの道路沿いだったんですけど道路沿いに展示台があってその奥の方を見たらね竹のスツール1個だけあったんですよちょっと手が汚れたんですけどギーって出してきたらそれで「あれこれ売ってんの?」とか言ったら「えー、そんなのあったんだ売ってますよ」みたいに売ってくれてかいちゃんと2人で「マジで台北で見つけたんじゃん」って言っててねまあ作りはちょっと荒かったなだから。 えと台北で作ったものだって言ってましたが台北で作ったもののだいぶ最近なんでしょうねあの本当に台北から竹のスツルが消える直前ぐらいにギリギリ作ってたもので名人が作った感じじゃないですむしろだいぶ素人っていうかですね適当に作ってるんじゃないかなって思うような椅子なんですがそれがこれですこれこの椅子なんですよ これ見つけちゃってですね、しかもまだ青いんです。これ、あのー、まあ、色としてはですね、竹ってこういう色になっていくじゃないですか。なんかだんだん飴色みたいな色にもなっていくんですけど、まあ、それに比べるとですね、まだ生っぽい竹で、でもあの多分日陰にずっとあったんだと思うんですね。その棚の下の奥の方に日陰にずっとあったから、もちろん乾いてはいるんですよ。乾いてはいて、裏側とか内側とか見るともう完全に、あのー 乾いた竹の色になってるんですが表面はまだちょっと緑っぽいでちょっとやっぱりガタガタするのと作りはですねだいぶ荒っぽいですね河合勘次郎記念館にあるやつなんてのはもうピッカピカ綺麗にであの節のところとかもですね綺麗に揃ってるんですが河合勘次郎記念館のやつはねこれはそんなに綺麗には揃ってないですねちょっとずつ違う高さに節が来ていてこれじゃあここにあるのかと思うとこっちは ここんなにに高いととろに節があってとかですね一応ここは真ん中近いところに節をつく置いてますが反対側はちょっとずれたところが節になっていてあと見えにくいかもしれませんが赤いマジックみたいなものでピッて印がつけてあるんですよねここにもピッて。これはだからアルコールとか使ってちょっと消した方がいいかなと思ってるんですけど。 なんかね、赤いマジックで何かがピュッて印がつけてあるっていうね 2, 2か所ここ,ここかここと上の方にもなんかねあったりして、まあ、かなり適当ですよね。かなり適当だなと思って一応それ引き出してきてからですねあの前の椅子のことがあるんでガタガタしないかなと思ったんですよ。ね、こっっちなんかこう足の長さがセロ揃ってないから 置いたたに座ったらですね、いざ座ってみたらもうガタガタするじゃねえかとでこいつはどうだと思ってですねあの、道路に置いてみてで道路の上でこう吸ってみたらガタガタするんですよ。微妙に足の長さ違うみたいなんですよやっぱこれもだからしょうがないこれはフェルトとか貼れないですねかな竹だからなのでまあここを削る削ってまあ使うしかないかなと思っていたんですよ。 それで帰ってきてですねうんまあガタガタするしなと思って座ってみたらガタガタしないんですよいやまあ当然ちゃ当然だと思われるかもしれません僕は浅はかでしたけど竹だからしなるんですよこれ全体がなので道路に置いてですね今床面に置いて僕がこう揺するとそれはガタガタするんですけど上に体重乗っけるとですねギューってしまっていってピタッと四隅がちゃんと地面につくんですねなので 上に座ると全くガタガタしないでこういうところのねしつらとかは河合勘次郎さんが気に入ったやつでしょうけど一本の竹をねこう切れ込み入れて反対側にも切れ込み入れて曲げてこれでギューッと締め付けていって作るっていうやり方でこういう椅子っていうのはねそりゃそ,そうかと思いましたけどだから上から力がかかってちょうど安定するんですね。 でうん、そこから立ち上がっちゃうとまたひょっとしたら斜めにガタ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 するかもしれないですよ揺ロすと。でも上から座ればギュッと全体が沈んで,でもう全然ガタガタしないっていうふうになるんだってことがねよく分かりましたね。というような竹のスツールを見つけて買ってまいりましたいくらだったかなこれもでも3,000円とかだったような気がしますよ。 なので、あなんか同じぐらいの値段か 3, 000、4000円か3000円か、多分そんな感じだったと思いますけどねあ、同じぐらいの値段かと思って買ってきたものです。ということで、まあ、とりあえず僕が最近、ちょっとこう 3,、えー、台湾で買ったよっていうものでいうと、この3点かな。で、まあ、いずれもそのコミュニティデザイン、ラーニングセンターで使おうと思って、まあ、買ってきて、あのー、リノベーションが終わったら、まあ、それを持っていこうかなと思ってたんですが、 なんかちょっっっと家で使ててみたいなって思うあのさっきの竹のスツールもですね本棚と本棚の間にピッと置くとめっちゃいい感じになっちゃったのでうんこれをセンターに持っていくかどうかは分からなくなってきました <laughs> ただまあセンターがオープンしたらオープンしたでやっぱりねちょっと腰掛けるものとかいっぱい泊まる部屋とかにも欲しいだろうしあとねまあ山崎小屋みたいなものを作ろうと思ってるんですよ。 でこれは僕がセンターに行った時に泊まるための部屋で小屋を作って断熱とかねちゃんと機密とかも作ってだけど僕がそのセンターに行かない日うーんまただいぶ行かないと思うんですよねあの行った時は1泊2日か2泊3日ぐらいして向こうでちょっと調べ物したりとかあるいは僕がなんか講師をやるプログラムをやったりする時は自分の部屋に泊まりますがそれ以外の時はもうこの自宅にいますからそうするとセンターの方の小屋開いたままじゃないですか。 そんな時はもうセンターのスタッフが僕の部屋を貸し出すっていうことにしてもらうことにしてるんですよ。なので山崎小屋を予約して泊まってくれた人はひょっとしたらさっきのスツールがあるかもしれませんね。<laughs> ないかもしれない。なかったらああ山崎持ってこなかったねって思ってもらったらいいと思います。ただ僕は家にもスツールがいっぱいありますからそれを車に乗っけて定期的に交換しに行くと思います山崎小屋のその椅子を。 あの家で使うやつと小屋で使うやつとっていうのを定期的にですね交換してしばらく使ったら今度また別のスツールをそっちに入れてとかってやってぐるぐる回していくんじゃないかなと思いますからその意味では竹のスツールがもし山崎小屋になかったとしてもですねあの半年後ぐらいに行ってみるとあっあったってことになるかもしれませんからコミュニティでデザイン・ラーニングセンターができたらまあちょっと研修プログラムをね是非。 あの泊まりがけで受けに来ていただければなというふうに思っております。ということで今日は私はコミュニティデザイン・ラーニングセンターのために台湾で何を仕入れたのかという動画でした。